回はアットコスメ東京で購入したものを紹介していきたいと思います。一つ目がこちら、ケイトのザ・アイカラー062番マットのモーブラベンターというカラーになってます。新色です。これ質感は結構ねマットでね、こんな感じでくすんだ赤みの入ったブラウンになってます。めっちゃ可愛い。まずはベースにこのカラー塗っていきます。今回は二重幅に塗ってみたいと思います。どうか、可愛い、可愛いじゃない、どうこんな感じ。プラスいないからイエベさんもブルベさんも結構使えそうな気がする。二つ目がこちら、キレイファクトリーのアイブロウハイライターヘルシーライトのカラーになってます。これね眉用のハイライトなんだって。こんな感じの柔らかいコンシーラーになってて、結構ねしっかりぼかせるんだよね。こんな感じでほら眉毛のこのサイドのところに塗るのもいいし、涙袋にも使えるんじゃないかなと思って今回買ってみました。どうなんだろう、眉毛のこういう端っこをね綺麗にするもの。あ、やばい失敗してるこれ絶対。でぼかします。え、ちょっと眉毛には粉っぽさが出ちゃうからあんまり良くなかったかも。でもさっきこっちつけすぎただけでちょっとだけ使うとこんな感じでね微妙に綺麗に眉尻が整えられます。じゃあ涙袋も使ってみる。よいしょ、あ、いいんじゃない、よいしょ、え、いいんじゃない、いいんじゃない、どう、え、結構いいんじゃない。好き嫌いは分かれそうだけど私は結構この涙袋いいなと思いました。おすすめです。1つ目がこちら、じゃーん、キャンメイクのクリームチーク P の04番っていうね、新限定色になってます。どうだろう、頬骨あたりにいいんじゃない、結構ほら自然なツヤ感が出るの、めっちゃいい。これ今日一日過ごしてみてちょっとヨレぐらい見てみたいなと思います。最後がこちら、パーフェクトダイアリーのフローティングライトリップグロスの102番になってます。これねパッケージがねまずねこんな感じ薄くて持ち運びにすごい便利だなと思って気に入ってます。こんな感じで濃いめのピンクなんですけどジューシーな感じで、私はツヤ系のリップが好きなので今回買ってみました。塗った直後にティッシュオフしてもこんな感じでちょっと若干残ってるので期待は大です。今はリッププランパーだけ塗ってる状態です。うん、いい感じ、かわいい、伸びも良くて結構保湿というかプルンという感じがする。どう、こんな感じ、塗った直後は結構膜っぽい感じでねこう覆われてる感じがしたんだけど、しっかりとねなじませるとすぐにこう密着してくれて、結構ねツヤ感は残しつつ密着度高いんじゃないかなと思います。あと色落ちと唇の荒れ方っていうのはねちょっとね経過観察していきたいと思います。新入りコスメでメイクしたら綺麗になったねって褒められた。みんなもチェックしてみてね。バイバイ。